おはようございます。2015年2月22日日曜日6時5分になりました。2月22日ということで、2が並んでて、にゃんにゃんにゃんで、にゃんこの日だとかいう話もあるんですけれども、まあね、いろんなイベントがあちこちで2並びで、それに合わせて行われるようですけれども、さて、ちょっとかなり暖かくなってきて、気持ち悪いぐらい暖かいんですけども、まあまあね、こうやってどんどん春になっていくのかな。まあ、そのとはいえ、もうちょっとするとまたすごい寒くなるみたいなことも言ってますけど、まあ、この時期ね、寒暖の差が激しくなりすぎて、体調を崩す人も出てくるかと思いますので気をつけましょう。さて、今日は産経ビズから、ニュースというよりもこれコラムですけどね、アップル EV 構想の衝撃度、ヒュンダイ自動車など戦々恐々、若者戻りシェア奪われるっていうことで、なんじゃこのタイトルはっていうことなんですけども、この前からニュースでちょろちょろこう出てるんですけども、アップルがですね、電気自動車の開発エンジニアを集めてると、百数十人だったかな、なんかそれぐらいの規模でこうね、いろんなところから電気自動車の開発エンジニアをこうね集めて、やってるので、どうもそのアップルが次は電気自動車の開発を狙ってるんじゃないかとかっていう噂が飛び交っていてですね。で、まあ一方でその独自取材をしたところなんかは、車の開発ではなくって、まあ要は電気自動車ってそのバッテリーの制御とかね、その充電の技術とかいろんなノウハウがあるので、それをこうスマホとかタブレット端末だとかいろんなものに応用しようとしてるんではない、応用しようとしてるんだという話があったというような報道もありの、その一方でいやいやそうは言ってももういつでも開発できるような体制が整っているという話もありので、いろんなところがですね、その二流のメディアじゃなくて一流のブルームバーグとかそんなところがこう報道したりとかしてたりするので、ちょっとしたこう騒ぎになってます。で、それの影響というかですね、まあアップルが電気自動車を出すとなると、 Google が出す以上にちょっといろんな衝撃があるんじゃないかというのがあって、というのはですね、まあ、アップルはある意味その若者たちにすごいこう支持を受けてるブランドですよね。その iPhone にしろ iPad にしろ MacBook にしろ、その辺は非常にこう若者に最近支持を受けていて、でノートパソコンなんかもじわじわとやっぱね広がってきて、ノートパソコンの置いてる裏にリンゴマークがついてるっていうのをよく見かけるようになりましたね。昔はどちらかというとそっちは少数派だったんですけども、最近 Windows よりも Mac 使ってる人の方がだんだんこう増えてきてるというような状況の中で、やっぱりリンゴマークのついた車が出るとですね、まあ、それが欲しいという人たちがやっぱりいっぱいいるわけですね。 Apple ファンが強烈な。でしかもその日本なんかでは自動車離れをしている若者がいっぱいいてですね、でその中でやっぱり自動車をどう売るのかっていうのはやっぱり車メーカーとしてはすごい大きな課題になってるわけですね。でそういうところにこうアップルが電気自動車なんか販売してくれれば、そこでこう自動車に興味を持つ若者が多くなるんじゃないかという期待を込めつつ、でまたですね、家電メーカーは家電メーカーでそのアップルが電気自動車を出すっていうことになれば、多くの人が電気自動車にこう興味を持っていって、でそのガソリン車と違って電気自動車の場合は充電池ですよね、充電バッテリーだとかその充電の設備だとかそういったものに関して、すごくこう電気系のメーカーがやっぱり、そこは、作っていくことになるわけですね。今だから家電で、
苦しんでこうどんどんその価格競争に入ってテレビとか白物家電とかどんどんもう日本で撤退してますよね。でそういった中で、電気自動車っていうのがこう広まってくればそこにこう進出していけると。でしかもそのテレビだとかと違って自動車ってそう簡単に値崩れするもんではないので、だからその安定して売り上げが見込めると言った期待もあってですね、まあもうその自動車メーカーにしろ家電メーカーにしろアップルが自動車出してくれればいいなみたいなところが、それがきっかけでこう、自動車電気自動車の需要が増えればいいなっていうね、なんかもう他人任せというかアップルに期待してんのかいみたいなね、そんなところになって、でしかもどうもなんかこういうのになってくるとそのヒュンダイあたりが結構煽りを食らうんじゃないかというような、ヒュンダイ自動車なんかがちょっと追い込まれてですね、行くんじゃないかみたいな話もあったりして、まあまあそのアップルがこれだけいろんなところに影響を持つぐらいの企業になってきたんだなというのを改めてこうね思うところなんですけれども、あ、注目ポイントが全然違うこと書いてますね。これ前の無料サービスじゃなくてこんなんじゃないですか。他力本願な自動車メーカー家電メーカーってこんな感じですね。要はもう本当その他力本願でやろうとしてるのはどこなのよという感じですよね。そんなことを言ってるぐらいだったらもうとっととその自動車メーカーとか家電メーカーと手を組んでですね、若者たちが興味を持つような、面白いって思えるような自動車をとっととそのアップルがどうのこうのよりも作ればいいのにっていうね、もうそういうその自動車メーカーにしろ家電メーカーにしろもう自分たちのマーケティングがもうできませんっていうお手上げ状態になってきてるっていうのが、それがそもそももうねどうなのよっていう感じがする。それだとアップルがこうたとえ自動車を出したとしても多分そこにこう食い込んでいけるというか、それに乗っかっていけるような感じにはならないんじゃないかなという気がしますけどね。どうなんでしょうか。まあ頑張ってほしいと思いますが、さて、そんなところで、もう6時13分になりました。前から言ってますが3月も13日は金曜日です。ということで本当は怖いインターネット人工知能編、今度は続きをライブ配信します。で、今表示されている URL の時は前回の時のこれ配信してたページですけど、そこで前回のやつの録画を公開しておりますんで、よかったらそちらを見てくださいと言っても、まあ、時間半ぐらいありますが長いんですけどね。で、毎週水曜日はまた週刊 IT トレンド X の配信もやってますんで、よかったらそちらも人工知能の話とかいっぱいやってますんでよろしくお願いします。そして、ホームページしっかりとビジネス生かしたいならということで、ホームページをねその生かすっていうのもただそのアクセス上げればいいとかそのなんかデザインかっこよくすればいいとかそういう問題ではなくて、もっと根本的なとこからね考えていきましょうよと。場合によったらホームページをねやめちゃうって言っても一つの選択肢なんで、このご時世本当にね必ずしもホームページ持てばいいっていうものではないので、そのあたりはねよく考えた方がいいと思いますよっていうようなことを言うから、あかんっていうこともないけど、まあそういうこともひっくるめてご相談乗りますんで、よかったらお問い合わせください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。